皆さんこんにちは。平成ジャンプメンバーであり、映画「暗殺教室」にて主演した際には日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した山田涼介さん。山田さんはメンバーの中でも特に知名度が高く、平成ジャンプのエースともいえる存在です。かっこよさと可愛らしさを併せ持ち、王道のアイドルとして君臨する山田さんには様々な美人女性との熱愛の噂がありました。最近では宮田さと子さんの匂わせがファンの間で注目を集め、様々な匂わせが話題になっていたようです。過去にお二人は週刊誌にスクープされていたようですが、現在は破局したという情報も。宮田さんとの交際から匂わせ、破局について詳しく調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。最初に山田さんと噂になった3人をご紹介します。1人目は志田未来さんです。熱愛が噂されたのは2007年頃で、お二人は堀越学園の同級生で、2007年ドラマ探偵学園9で探偵仲間役として共演しており、志田さんが平成ジャンプのコンサートにプライベートで来ていた目撃情報があったことから熱愛が噂されました。二人のプリクラとされる写真も流出していますが、モザイクがかかっており、本人と断定はできませんでした。また志田未来さんは2018年に一般男性とご結婚されています。二人目は川口春奈さんです。熱愛を噂された時期は2014年7月頃で、ドラマ金田一少年の事件簿 N でお二人は主人公とヒロイン役を演じていました。2014年7月14日放送の情報番組ポンにてモンブランを食べる際に二人が同じスプーンを使ったことで間接キスと話題になっていました。また川口さんはモデル時代に好きなタイプとして山田さんの名前を挙げていました。また撮影現場での仲の良さもあり、熱愛が噂になったようです。3人目は姫香さんです。熱愛の噂があったのは2000年10月頃で、2022年9月3日からツイッターで2人が東京で密会していた。24時間テレビの次の日に姫香さんの勤める大阪のラウンジに行っていたとの情報が拡散されます。ジャニーズファンと姫香さんのフォロワーの間で情報が錯綜し、炎上する事態に。山田さんのアリバイや姫香さんの周辺からのタレコミ情報からデマか人違いだったとされています。そんな中で現在付き合っているのではとと噂になっているのは宮田さと子さん。宮田さんは福岡県大野城市出身のファッションモデルで、170cmの長身と抜群のスタイルで9頭身モデルと呼ばれ、オッチ、ボーチェ、美的、ジンジャーなど多くのファッション誌に登場する人気モデルの一人です。最近はバラエティ番組や CM 出演も増え、活躍の場を広げています。この宮田さんと山田さんには様々な匂わせ疑惑があり、ネット上では話題になっていました。その匂わせを時系列順に3つをご紹介したいと思います。1つ目の匂わせはいちごのどら焼きです。山田さんが2016年9月の雑誌のインタビューで、最近ハマっているスイーツを聞かれた時のことでした。山田さんは福岡のどら焼き、全国ツアーで福岡に行ってそこで食べたいちご入りのどら焼きが美味しかったと語りました。その後2017年3月11日には宮田さんのインスタグラムに匂わせと思わせる投稿がありました。その投稿にはあまおういちご入りどら焼き、ドラキング生の写真とともに、はあ、好きと一言。宮田さんのインスタ投稿にはいつもどこで何をしたかをきちんと書かれていたのですが、ここでははあ、好きという一言だけです。このことから、これは山田涼介さんへのメッセージだったのではないかとの疑いがかかり、匂わせではないかと言われているようです。2つ目はスライム目薬です。山田さんは2017年7月の雑誌のインタビューで、キーンとくるタイプの目薬ってあるじゃないですか、あれが気持ちいいって人も多いですけど、俺は超苦手なんです。それなのにどうしても欲しくて仕方なかった目薬があって、いわゆるかけ買いなんですけど、クールタイプだって分かってるのに買っちゃったんです。で、買ったからには使おうと薬を目にインプットしたら鬼刺激で1個だけでそのまま放置。
目薬だから人にあげるわけにもいかず、ただのオブジェ化しています。という話をしていました。しかし、2ヶ月前の2017年5月29日には、宮田さんはインスタグラムで、このような投稿をしていました。その投稿にはスライム型の目薬の写真とともに、ああもう愛おしい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 、昨日発売なのに売り切れ続出だからみんな急げ、と綴っています。山田涼介さんの雑誌のインタビューでは、目薬の商品名をはっきり言っていませんが、スライム目薬がクールタイプだったことと、山田さんがゲーム好きで有名だったことから、同じ目薬だったのではないかと言われていたようです。宮田さんのコメントのテンションの高さと、愛おしいとの発言は、目薬に対して言うには不自然とされ、これも匂わせと疑われていたようです。しかし、宮田さんは約4ヶ月後に自身のインスタで、雑誌「ウィズ」の編集部から、キングスライムの誕生日ケーキで、お祝いしてもらった様子を投稿しており、宮田さんのゲーム好きも昔から有名のようなので、この匂わせはあまり信憑性はないものと思われます。3つ目は、お揃いの指輪です。2018年9月6日に交際報道があってから、2人がお揃いの指輪をつけていたのでは?との噂もネット上で持ち上がりました。おそらくきっかけは、女性セブン2018年9月20日号でした。この記事で、2人の知人は、山田くんはとにかくファンを大事にすることでも知られているし、仕事が第一というタイプ、山田くんと付き合うのは大変だと思います。ただ、公私を混同せずストイックな彼が、いつもつけているアクセサリーが、彼女とのお揃いだとか、知人のデザイナーに作ってもらったもので、プレゼントしたそうです。宮田さんは公の場ではつけないけど、完全なプライベートの時だけつけるとか、と話していました。宮田さんはその指輪を、プライベートでしかつけないようにしていたそうですが、肝心の山田さんが常に身につけていたということで、ファンはショックを受け、失望したという声も多く上がっていました。ファンのことなんて、これっぽっちも考えてなかったんだろうね。ダンスとか歌とか演技とか磨く前に、もっと考えなきゃいけないことあったんじゃないの?との声も。そして、報道直後の2018年9月8日に、平成ジャンプのライブツアー、ライブツアーセンスオアラブが、仙台積水ハイムスーパーアリーナで行われました。報道後初めてファンの前に姿を現した山田さんですが、その時噂になった指輪を外していたそうです。宮田さんとお揃いで、匂わせにも使われたとされる指輪は、ファンがこの時最も気にして見ていたものなので、山田さんがわざわざ外していたことに、やっぱり本当だったんだ、と受け取る人も多かったようです。ちなみにこの公演での山田さんは、歌詞に一瞬詰まる、ダンスの振りを間違う、MC で口数が少ない、最後に深々とお辞儀、など普段と違う挙動があったそうで、ほんと精神的にやばいのかも、と、心配の声もありました。指輪が本当にお揃いだったのか、真相は定かではありませんが、山田さんからの口から説明されることはありませんでした。山田涼介さんとの匂わせ疑惑で炎上した宮田さんですが、そもそも匂わせを疑われるようになったきっかけは、週刊誌に熱愛報道が出たことでした。2018年9月6日発売の女性セブンで、2人の3年にもわたる極秘交際が報じられます。2人は同じタイミングで外出することも、外で会うこともなく、3年もの間交際を続けていたそうです。お二人の出会いは、4年ほど前の、知人同士の食事会の場だったそうです。食事の最中に山田さんが何かをこぼした時に、宮田さんがハンカチを貸してあげ、そのまま置いていってしまいます。山田さんは宮田さんの連絡先もわからず、接点もなかったため、そのハンカチを洗っていつか返そうと取ってあったそうです。それから1年後、山田さんはテレビ局で、宮田さんとばったり会い、今度ハンカチを返しますということで、連絡先の交換に至ったということです。宮田さんは山田さんの真面目な態度に好印象を持ち、2人ともインドア派で趣味もあった様子。次第にお互いの家に行き来するようになり、周囲が気づいたら自然と交際が始まっていたということです。これに対して、ネット上で次々出てくる過去の匂わせ疑惑に加え、この発言が分かってから一部のファンが宮田さんへの批判やバッシングが強まります。しかし、熱愛報道から数ヶ月後、
山田さんと宮田さんの破局が報じられます。2019年1月14日の週刊女性プライムでは、昨年の秋頃に2人は破局したと聞いています。宮田さんはすでに親しい友人に別れたことを報告しているそうですよ。昨年9月に女性セブンで交際が報じられた平成ジャンプの山田涼介とモデルの宮田聡子だが、2人はすでに破局しているというと報じられました。3年も交際を続けていたとされる山田さんと宮田さん、交際が発覚してすぐに別れてしまったのはなぜなのでしょうか。破局の理由について宮田聡子さんは、 SNS で心ない誹謗中傷を浴びせられたことだと知人に話しているそうです。山田涼介さんとの熱愛報道後、宮田聡子さんのツイッターやインスタへの批判や誹謗中傷のコメントが殺到します。当時宮田さんは自身のブログを削除していますが、消したことでかえって何かまずいことを書いてあったんじゃないかと疑わる結果になってしまいます。その後宮田さんのツイッターのコメントは削除、インスタのコメント欄は閉鎖されるという事態になっています。それでも一部ファンからの中傷コメントやメッセージは続き、耐えられなくなったため別れることになったということです。2人の熱愛報道はお二人から交際について公言されていないため真偽は不明です。匂わせにしても報道後に発掘されたものばかりなので、そもそも匂わせだったのかどうかも疑問が残るところですが、山田涼介さんと宮田聡子さんの活動、これからも穏やかな気持ちで見守っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。